しのびさんです。拍手お願いします。皆さん、お姫様に選ばれていかがでしたか？とても嬉しかったのですが、びっくりしました。びっくりしましたね。嬉しかったです。応募したきっかけはどんな感じですか？知らない間にお母さんが応募をしていました。知らない間にお母さんが。お母さん今いらっしゃいますか？お母さん一番前で、おめでとうございます。姫様です。ね、いかがですか？すごく美しいですよね。もう近くで見てもとても、ね、可愛らしいです。美しいです。そして姫様、今日は、ね、中になりましたけれども、まだこれから踊りもあります。どうですか？練習してきましたね。頑張って踊りたいと思います。頑張って踊りたいです。応援をお願いいたします。今回はですね、ステージでね、星元の皆さんと踊りますので、ぜひ声援をお願いいたします。さて、皆様ね、お母様たちも喜んでいただきましたけれども、どうですか、皆様の反応は？ライブですとか電話ですとか、皆さんにおめでとうと言っていただいて、とても嬉しかったです。ね、嬉しかったということでね、今後もね、もうこういった経験がいい経験だったと思いますので、ね、なんていうでしょう、つなげていっていただけたらと思います。おめでとうございます。さて、次は上郎の、ではまず最初に、平野千里さん、はい、にお伺いしたいと思います。平野さん、選ばれた時はいかがでしたか？とても驚きました。ちょっと心配の方が大きかったです。心配、それはどういった心配ですか？踊りに関してはすごく失敗するところが多かったので、すごく練習してきました。もう練習してきましたので、後からね、手踊り披露となりますので、ぜひ応援してください。どうですか？そして今いっぱい目の前にいらっしゃいます。どんなお気持ちですか？すごく緊張していますが、今家族も来てくれたので頑張りたいと思います。家族どちらですか？家族、ああ、後ろにいらっしゃいますね。はい、応援してあげてください。というわけで、これからも応援してくださるということなんで、頑張ってください。ありがとうございます。拍手お願いします。もう一方、上郎の、山田真美さん。山田真美さん、拍手お願いします。どうですか、上郎に選ばれましたが。本当に驚きました。姫様の引き立て役として務められたらいいなと思っております。で、上郎と言いますと、大奥のね、奥のね、もう旅館の最高潮といった感じですけれども、とてもね、こう姫様のお隣で落ち着いた感じがとても伝わってまいります。そして姫様を盛り立てて、そしてこれからはですね、踊りもあります。ぜひ頑張っていただきたいんですが、だいぶ練習されたんですよね。はい、5日間しっかりと練習させていただいて、一つ一つの手を丁寧に踊っていきたいと思います。手先までね、丁寧に踊りたいということですので、ぜひ声援をお願いいたします。ありがとうございます。こちらは、お賞に選ばれました鈴木恵子さんです。拍手をお願いいたします。いかがですか、このお賞という役ですけれども、選ばれましたときにどのように思いましたか？はい、まさか自分が選ばれるなんて思ってなかったので、すごく驚きました。驚きました。そして周りの反響はいかがですか？男の子男の子その言った方はいらっしゃいますか？今来てないですか？はい、でもね、何でしょう、こうまた男の子になるということは、星元の中から選ばれるのはとても貴重なことだと思いますね。とてもぴったりだと思いますので、とても可愛らしいですね。姫様たちをもうね、手助けをして頑張っていただきたいと思っております。最後に一言、今日これからの意気込みをお願いします。はい、踊りの練習の時ちょっと腰元だったら見てたので、女性らしさをちょっと中心に練習してたんですけど、男の子なので少しちょっと戸惑いはあるんですが、精一杯綺麗に踊りたいと思います。
精一杯綺麗に踊りたいということなので、ぜひ声援をお願いいたします。ありがとうございます。ご役の皆様、姫様、内山千穂さん、そして上郎の平野千里さん、そして同じく上郎の山田真美さん、そして小姓の鈴木恵子さんです。もう一度大きな拍手をお願いいたします。それではこの後は、もう今も申し上げましたけれども、踊りの披露となります。